福岡市の団地で今朝早く男女5人が刃物で切りつけられ怪我をしました。警察は親族の20代の男の身柄を確保し、詳しく事情を聞く方針です。警察によりますと、午前7時半ごろ、福岡市博多区片粕の市営団地で、親子喧嘩で包丁で刺したようだと近所の男性から通報がありました。外に出たら、女の人、男の人が引きずり回しててって感じで、短パンに血がついてる男性が、あの男性殺しそうかなんか言ってよ。団地の一室で10代から60代の男女5人が切り傷などを負っているのが見つかり、病院に搬送されました。5人は親族で、命に別状はありません。警察はその後、近くの路上で20代の男の身柄を確保しました。男は負傷した5人の親族で、両腕に怪我をしているということです。警察は男の回復を待ち、事情を聞く方針です。